ベーサーズ4位浮上、ヤマト最高。はい、どうもメントスコーラと名乗る者でございます。本日もね、 DeNA の振り返りの動画撮ってまいりたいなというふうには思っております。いやー、そうですね、今日悪魔の土日、土曜日、なんと先発佐々木朗希選手対京山選手というマッチアップ。いやー、もう令和の怪物カーヘグトゲームもやってる相手ですので、勝てるんかなというところで不安いっぱいなゲームだったんですけども、結果を申してますと2対1で勝つことができました。本当にナイスゲーム。いや、本当にね、エース相手に勝てたのというのはもちろんでかいんですけども、よく粘ってよく勝った、ゲームだったのではないでしょうか。良い浮上最高ということでね、いつも通り選手坂田役の方を見ていきましょう。選手坂田役の方はこんな風になっております。はい、まあそうですね、打線は佐々木朗希選手というところもありましたので、もう3安打で完全に抑えられました。まあ、あのチャンスというのもね、その中で牧選手がね、もう逆方向にホームランを打つ、いやー、昨日のね、あの当たりがなかったのでちょっと心配だ、 DH で使ってほしいなーというところもあったんですけども、それを払拭するかのようなホームランを牧選手しっかりと払ってくれました。いや、まあそれ以外はですね、佐々木朗希選手にね、今日は三振3つだけあったんですけども、まあ、打たせて取るピッチングというか、まあ、DeNA 打線がね、まあ、ファーストサイクルでしっかりと狙いに行って、まあ、初球攻撃というものを仕掛けたらっていうのもあるかなというふうには思うんですけども、さすがのピッチングというものを、されたなという感じの印象でした。まあ、その中でですね、やっぱりその、9回のね、場面なんかでも、まあ、一サロ選手の打球をね、エラーで、ノーアウト中になってバント決めれない、盗塁を失敗してしまうというところで、最近全然バントが決めれないというところで、まあ、ミスされたのをミスで返すみたいな展開もあって、まあちょっとね、守備面でもね、ファインプレーで取れそうな打球をちょっとグラブに聞き合われて、取れなかったっていうのがね、今日3つぐらいやったんですけども、まあその中でね、よく本当に勝ったなっていうふうには思いました。で、最後ね、柴田選手が出た後、峰選手がちょっとバント、危なかったなっていうところもあったんですけども、まあバントしっかり決めて、最後はやっぱこの男、前田大和選手ですよね。得点圏気持ち良すぎだろっていう感じなんですけどもね、しっかりと得点圏でタイムリーというものを、打ってくれました。いや、藤田選手ね、最近ちょっとあれなんですけども、しっかりとこの森選手がやっぱ一人立ちでショートのネギラ掴んでくれれば、やっぱその左の代打藤田選手、右の代打山田選手というね、まさにこの風神大神コンビですよね。まあ、風神大神のそのベテラン勢のコンビができるかなというふうには思いますので、やっぱ山田選手ね、代打で出てきてもかなり心強い存在になるかなというふうには思いますので、楽しみです。まあそんな中で峰選手ね、まあバントもしっかり決めたんですけども、まあ統一、なんかパスボールというところがあって、やっぱかなり12試合連続スタメンのマスクというところもあって、疲れが溜まってきているなという印象はあります。前もね、ちょっと動画の中で言及させてもらって、まあいろいろね、皆さんもコメントいただいて、まあ本当にこれはね、賛否両論というか、まあ休ませると、まあどんどん使うかっていうところで、まあ意見分かれるんですけども、やっぱまあね、工場戦休みに入るなら明日はね、使ってほしいかなというふうには思うんですけども、まあ元のリーグに戻ってからはちょっと考えずつ使っていった方が、休みを分散させて使った方がいいんじゃないかなというふうには思いました。ピッチャーの方はですね、もう京山選手すごいですね、いいピッチングでした。まあ6回投げて1失点で、パスボールがなかったらもしかして無失点で、まあ抑えられたかなっていう感じの、まあ展開だったんですけども、まあよくね、本当に前も去年もね、奥川選手に投げ切ったっていう場面ありましたし、まあ今日は投げ切ってはないんですけども、本当に6回投げて1失点、防御陣もかなりいいですし、今後のピッチングというものも楽しみにちょっとね、見ていきたい内容でしたね。その後のね、中継ぎ陣はやっぱ素晴らしいですね。クリスキー選手もよく抑えてくれました。まあそこもでもね、ベンチもよく我慢したと思いますわ。ちょっとね、左のバッターだったので、まあ、田中健二郎選手使うんじゃないかなというふうには思ったんですけども、まあ、使わず我慢して、8回に、11回にね、投入できましたので、本当にいいね、内容でした。はい、そうです。最後のメントスカトコ選手を聞きましてね、今日の動画は粘っていきたいなというふうには思います。今日のね、メントスカトコ選手はですね、もちろんね、山田選手にね、入っていきたいなというふうには思っております。メントスカトコの方、おめでとうございます。はい、そうですね。本当に明日勝って、交流戦やっぱ勝ち越したいですね。まあ明日は日曜日というところなんですけども、もう土曜日ね、問題なんか勝てないので、日曜日、勝てます！勝ちましょう！ということでね、今日こんな感じでね、終わっていきたいなというふうには思います。ここまでご視聴ありがとうございます。よければね、チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。いつもね、こんな感じで撮っておりますので、まだね、見てください。それではね、お疲れ様でした。さよなら、バイバイ、日曜日、勝つぞー！
敵はすぐ目の前だ。大いなる土地燃やせ。響け我の魂。輝ける未来へ。かっ飛ばせ、ヤマト。